会は、はい、家に帰ってからしたいと思います。はい、どうぞ。地味。はい、ということで帰ってきました。見事ね、まあ新鮮ですね、この壁紙。めっちゃ新鮮じゃない？まだね、ちょっとね、うん、あの吊るすやつと、うん、これこの緑っぽいの飾れてないので、まあそれは後々やりたいと思います、はい、ということで買ってきたものをね、紹介していきます。どうします？まずはダンス終わりにね、ダンス終わりに、習い事の終わりに買ってきました。そうそう、建物が一緒でね、そうそうそう、いつも寄ってくんだけど、うん、いつもじゃないけどね、久々に寄ってた。あ、最近、うん、前、うん、最近寄ってなかったよね。最近もすぐ帰ってなかった、すぐ。最近お腹が空きすぎて、そうそうそう、でも夏休みだからちょっとお昼ご飯の時間が遅くて、いつもそうなんですよ ね、 ね、だから余裕があったからね、余裕があって寄っちゃいました。まずは、はい、これですよ、このボックスちゃん。これはよく私が机のね、引き出しとか仕切ってるボックスなんですけど、これにね、ホッチキスとか消しゴムとかいろいろ入れて仕切ってるんですけど、これをね使って今度メイクワゴンをねちょっと整理してようかなと思って2個買いました。まあ足りなかったらまた今度ね追加してくるんですけど、買ってきました。はい、で次にですね、こちらのピンフック、これは壁ですね、この壁のね四角いあの緑のやつ、あれをかけようかなと思って、でこっちでもうこれね、耐えられる重量を1キロなんですけど、これで耐えられるかわからなかったので、1個、まあ5キロ耐えられるこのこれも買ってきました。でこれで耐えられなかったらこっちの5キロ耐えられるやつにしようかなと思います。こっちね、私ね銀の盾飾るときにこれ使ったんだけどね、うん、めんどくさくて。そうだよね、釘で3カ所ぐらい打たなきゃいけないんだよね。そう、2人がかりでさ、こう持ってさ、そう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 、こう持ってさ、こうやるんだよ。そうね、こう持ってこうやるんだよ。結構壁にも穴が開くというね。そうなの、3カ所やるから 3つ穴が開いちゃって、まぁ、あ、ちょっとね、まあ、1キロじゃもし落ちてきちゃったらこっち。でもそっちはさ、釘が太いよね、刺すところが。まあ、フッてやって、チャッてやればそれもうよくわかんない。待って、自分で言ってよくわかんなくなった。次行こう。はい、次行こう。次はね、もうこれ行くか、先に。のぐりラーメンです。これは、辛ラーメンより美味しいの。個人的には。ママ的には。個人的には。前も言ったよね、なんかで。ママ的には、辛ラーメンより辛くて美味しいラーメンだそうです。辛いのは一緒なんだけど、もちもちなの、麺が。あ、で、美味しいらしいよ。だから、ですね、ちょこちょこ買ってます。100均でも買えるっていうね、感動ですね。買えるんですよ、感動ですね、うん、早炊きのご飯が思ってた以上に柔らかくて美味しかった時ぐらいの感動ですね。分かりづらい、分かりづらい、みんな早炊きのご飯とか硬さ知らないから。え、知らないの？知らないよ。待って、取り出されてきた。そんな早炊きのご飯とかみんな知らないでしょ。お母さん今日言うの？早炊きのご飯よとか言わないから、みんな。うちだけだよ、今日は早炊きで炊いたよ、セーフセーフとか言ってんの、うちだけだから。そうなの、そういう家庭内のことは暴露しないでください。そうなの、そうだよ、ね、じゃあ次行こう。次はバスコームを買いました。これね、なんと持つところがこういう形のね、こういう形になってて、ちょっと分かりづらいか。こういう形になってて、お風呂の取っ手みたいな部分にかけられるんですね。で、水切れるし、カビ生えなそうだし、何これ、何これ。そうそう、でさ、ネット、SNS とかでもなんか使ってる人いて、あ、いいんだなと思って最近これ使ってます。あ、実はもう買って2日後なんです、これ。もう2日使ってます。暴露しちゃった。めっちゃいいですこれ。はい、これからも使いたいと思います。はい、次、やっぱり使ったのバレバレ。これまつげエクステスクリューブラシです。まあブラシですね。これはダマを、私最近ね
ちょっとダマになっちゃうから、ちょっとこれでね整えたいなと思って買いました。それだけです。急にテンション、急にテンションが。で、あとは夏休みになってね、ネイルしたいなと思って、この細い、もうちょっと汚いから説明した方がよくない？ねえ、バレてるよね。もう使ったのバレてる。使って戻したんですよ、これ。もう常に使ってるんですよ、この櫛も。これもう使って戻したんですよ。でもそれはちょっとごまかせないでしょ、汚いもんだって。汚れてない？待って、もうこの位置よ、位置、位置もすごいし、こっちなんてめっちゃ汚れてるじゃん。赤いのついてるし、これね、手の赤いのが、これね、あ、これです、これです、これをなった時のやつですね。細いとこまで濡れた？それ。そう、なんかここのね、あの端ギリギリまで、うん、私苦手でよくはみ出すんですけど、これはこれ超便利、本当に超スッていけて、めっちゃ綺麗に塗れるので、これめっちゃおすすめです。本当はこれライン用なんですけど、私は細かいところに塗りたい。あー、なるほどね、この爪に模様をつけるための。そうそう、本当はキラキラのライン塗るみたいなさ、ラインのやつなんですけど、私はこのキワキワの部分をこう細いのに塗りました。超良かったです。で、これはなんかルーズスキンを取り除くとか、なんか肉をね、こうしてちょっと整えるんだよね。あー、なるほど。ほら、よくたまにさ、ここの皮みたいな、そう、皮みたいなところを押して形整えて塗るみたいな、これもね、めっちゃ形整って、すごい良かった。本当に、良かったです。次にですね、また爪のなんですけど、グロッシートップコートです。これはなんかツヤ感アップみたいなトップコートなんですけど、今ねダイソーになんかね、トップコートのなんか種類がめっちゃあって、このシリーズなんですけど、なんかもっとふくらさせるよとか、食感だよとか、こういうキラキラだよとか、すごい種類があって、私はこのねグロッシーを選びました。これも使ったんですけど、それも使って買い戻したの？戻した。だから向きがちょっとソポ見てるのか。なんかね、すごい綺麗になったと思います。私のなんか、乾く前に動いちゃってるみたいな、ボロッボロなんですけど。あるあるだよね。足はね綺麗なの。そっか。手はやっぱ使うとね。手は使うから、やっぱりこう戻す時も使うじゃん。確かに。どうしても汚くなっちゃうんだよね。まあ最近の私の悩みなんですけど、これが手がね、何度やってもボロボロになる。なんで片方だけなの？それもなんかあるの、意味がないよ。なんか何日間ぐらいかずっと片方だけじゃない？ね、本当はやろうと思ったんだけど、1時間半かかっちゃって。片方で1時間半もかかったの。かかりすぎだね。もっと歩くてやめた。それだけの理由だから。今日の夜もこっちで調整しようかな、1時間かけて。1時間半は長いね。長っ。はい、よかったです。次、アルミストロー。あ、待って、もっとドラえもんっぽくしよう。てってれー。あ、もっとか、もっと低いか。あれ、もっと高いかな。なんで急にドラえもん？なんかてってれーって言ったら、なんかドラえもん思い出しちゃって。何それ。てってれー、アルミストロー。ね、大丈夫？これはですね、冷たい飲み物がより冷たく感じるらしいです。これママね、買ったんだけど、前ねシルバーの色の持ってたんだけど、なんかどっか行っちゃってなくなっちゃって、もう一回買いました。これいいですよ。使い捨てストローももちろんいいんだけど、やっぱね、ゴミが増えちゃって今問題に SDGs なってるから、そうだから、これね、ちゃんとこの棒、洗う棒もついてるし、いいですこれ。はい、次。どうでもよさそうだね。ラストですね。ラストはネイル落としです。これはただ単になくなったってだけ。なんかこれしか売ってなかったよね。そう、なんか突っ込んでうおーってやるやつも欲しかったんだけど、なくて、まあ、商品名覚えてないから言えないんですけど、なんかこういう形の刺してうおーってやるとネイルが取れるってやつがあるんですけど、それがなかったので、これができました。ということで、以上ですね。以上、はい、ダイソーで買ってきた購入品紹介でした。はい。でね、次回これを使ってちょっとバーゴンを片付けたいと思います。
はい、お楽しみに、ということで、それではバイバーイ。